何してんの？寒いよ。月が綺麗だななんて。ああ、タバコでしょ。ごめん、寝れなくて。原野部の何回目？いや、部長になってからこっちいろいろとストレスがな。もうそんな言い訳してもダメ。あっちにはよくないよ。あっちって？子作りだってさ、この家二人じゃ広すぎるでしょ。まあな。よし、やめた。絶対これ最後の一服な。何してんごめん。よし、これで終わり。の。はい。だ、早いんでしょ。大丈夫大丈夫、すぐに終わらせるから。じゃあ行ってくるよ。あ、ちょっとお弁当お弁当お弁当。あ、ありがとう。起きるか。昨日頑張りすぎたからね。何言ってんだよ。じゃあな。うん、いらっしゃい。遅れる遅れる。いるんでしょ。西田さん。おい。おい。お前借りた金返すんじゃこの世の道理やろ。隠れてもな、金利増えるだけやからな。マジで内臓切り込んぞ。おい。聞いてんのか西田おい。いるんやろ。金返せよ。何してんねんおい。
めて。ほら。ありがとう。なあ、やっぱり通報しよう。うん、昔ね、友達が同じような目にあったの。犯人は捕まったんだけど、その後どうなったと思う？どうって？警察に恥ずかしいこと根掘り葉掘り聞かれて、近所でも噂になって、その子おかしくなっちゃったの。町にもいられなくなっちゃって。でもこの家買ったばっかりじゃない？それにあなたも部長になったばっかりだし、忘れればいいのよ。忘れればいいの、全部。忘れられるのか。うん、頑張る。だからさ、あなたも忘れて。うん。頭大丈夫？大したことないよ。ダメだよ。病院行こう。お前も行けよ、病院。うん。ねえ、あなた。おい、マキ。おかえりなさい。アイロン。え？あ、ごめん、ぼっとしちゃった。あ、これ終わったら食事の用意するね。あんま無理しなくていいよ。無理なんかしてないよ。そうか。取れたんだ。今気づいたのかな。今気づいた。もう大丈夫なの？うん、大丈夫。お前は？ん？もう大丈夫？大丈夫。そっか。もう変なこと言わないでよ。ごめん。あのさ、今度温泉でも行こうか。うん、そうだね。
ちら様ですか？どちら様ですか？奥さん、戸締まりは気をつけた方がいいよ。庭の窓開いてたぜ。やっ、いや、おー、こいつな、おい、おい、なあ、なんで通報しなかったんだよ。こっちはな、無所行く準備ができてたんだよ。やべえとこから金返しまってな、そいつらに捕まる前に自首してんだ。悪いけど奥さん一緒に来て証人になってくれないかな。何言ってんのやめて。おい、なんてな、そっちの銃曲がるよ。だから一発やらせろ。何言ってんのやめて。やめて。おい、ほら、やめて。ここじゃ怪我するだろ。あ、こっち来いよ。ほらほら、おい。ごちそうさん。そろそろ旦那帰ってきちまうな。またな。もう来ないでください。それは約束が違うんじゃねえか。お願いです、来ないで。だったらそっちから来いよ。お前知らねえかもしんねえけどな、俺ご近所さんなんだって。俺あんたのことずっとこっから見てたんだぜ。仕事をクビになってからもずっとだよ。ねえ、あなた、しよっか。寝てんの？してくれないんだ。ありがとう。なあ、マキ。ん？何？うん。帰ってから話すわ。
行ってきます。行ってらっしゃい。すいません、こちらこそ。なあマキ、俺今日会社休んだよ。しばらく有給取った。顔を見たらちゃんと言えなくなりそうだから今言うな。昨夜はごめん、本当は起きてた。なあ今から温泉行こうぜ。新婚旅行で行ったあそこだよ。俺たちそこからやり直しだ。愛してるよマキ。ただいま。